よいしょ、キュイ。ああ、よかった。ああ、すいません、ツイキャス切れましたね。ごめんなさい、気づかなかった。今ね、2つ前ぐらいから切れましたね。あ、メールを。メールの2つ。あ、そうなんですか。2つ前っていうと、ダンサーズさんの後。の後かな。わよ。スプリームさん、ごくんちゃまスターバーティンさん、ゲスト三上さん、ツイキャスさん、こんばんは。ナオミダンベルことスプリームです。テーマ、苦労話。5月8日に雪山生活を終え、5ヶ月以上も封印していた写真生活を復活。撮りたいものが多すぎて、7月上旬から始まる夏山生活までの短い期間、どれだけ撮れるかがチャレンジ中です。ということで、そんな中、先週は3泊4日、車中泊をして、富士山を撮ってきたんですが、2日待って、奇跡的に富士山とモネフィラと天の川が撮れたので、苦労は報われました。ちなみにその日の夜の撮影スポットで、長野県の高ぼっち山は天気予報に反して、霧でまさにゴリム中で、富士山どころか眼下の、これはスモコ？スモ？スモク？スモコ。湖の名前。かな、湖すら霞んでしまい、翌朝の日の出も、惨敗でした。まあこんな苦労の先に絶景がある、からやめられないんですよね。よろしければ三上さんの撮影の苦労話を聞かせてください。初日の負け試合の写真と、2日の目の深夜、他のカメラマンを諦めて帰った後に奇跡的に現れた富士山と天の川の写真。後でこれちょっと見せてもらって、はい、画面にちょっと映せないんですよ。そうブルミさん、それスモコ、スモコ、あ、相模湖、諏訪湖と相模湖じゃないですか。相模湖、相模湖、はあ、すいませんね。スモコ、相模と相撲、相模、似てますね。諏訪湖、今笑ってる、諏訪湖って書いてる人。正解はどっち？相模。正解これなんて読むんですか。どこですか。相模湖ってなんか相撲っぽい字ですよね。そう、諏訪湖。ブルミさんの諏訪湖で正解。これどっち、みんな相模湖って言った、俺言ったね。皆さんこんばんは。そういうやつでよかったら、初めての三振買うときに選ぶのに苦労して3時間かかったな、パレットさすがの6回で。ということは、ということはじゃなくて、というのはあのカーボーイさん、三振買うのに苦労したと。は、三振もいろいろ種類があるんですよ。あ、そうなんですか。スモコって言ってたよ。僕はスモコって言った。スモコって言いましたね。正解はどっちなんですか。あの漢字はスワコですよ。あ、スワコか。あの漢字は。じゃあスワコ。漢字読めないですよ。FM のパーソナリティって全員。はい。すいませんね。さあ、そろそろひふみずばの抽選の時間なんですけど、今ですよ。チケット応募が2人しか来てないんですよ。当たっちゃう当たっちゃうな。3人募集してるんですよ。もう一人じゃあ、もう一人来てないんですよ。応募します。18日コレバスライブ、土曜日夜8時から那覇で、夜7時から公民館の準備です。行きません。ということで、とりあえずですね、今応募してきているスプリームさんと、本名で送ってきている方、女性の方ですね、は、抽選当たったということで、おめでとうございます。ありがとうございます。よかったよかった。この時間に抽選しようと思ったんですよ。もう来ないので、ちょっと待ってくださいよ。あ、その前、あ、もうでも発表したな。この2人はもう正解、もう当たり、あと1枚を、キャンさん、キャンさん、気づいてます？いや、いいね、動きがないですね。動きがないですね。FM ギロ、あ、来た来た来た、いらっしゃいました。私は申し込んでないのですが、あ、ごめんね、ちょっとキャンさんに、キャンさん、あの、はい、FM ギロワンのメールアドレスにひふみずばのこの応募のメールが来てないかちょっと確認したいんですけど、どんな人ですか？こっちから見れますか？こっちから見えます。どんなやってるんですか？こっちから。来てないみたい。来てないですね。はい。オッケー、じゃあ来てない。じゃあ2人、おめでとうございます。これこっちですか？どんな人です？これですか？オッケー。じゃあ、女性の方には、後で連絡します。で、ソニカさん、おめでとうございます。当てりました。あと1枚、番組中というか、あとは早い者勝ちで僕にツイキャスではなくて、メールください。ひふみずばに。当たった方にプレゼントします。
おめでとうございます。おめでとうございます。ライブ、あもう、そっか、すみません、前日か。さっきちらっと見て、うん、あ前日だなと思ったんです。すみません。これソニカさんとこの当たった方にはちょっと注意事項があります。というのもこの船でやるので船の出航時間に合わせて会場入りしないといけません。でその場合に8時から8時15分の間受付があります。でそこで受付に行ってチケット見せて船に乗り込む手続きをしてください。でその前にですね、席順を決めるので、僕が後でチケットをお渡しするときに説明しますけども、席の予約を先で一旦してください。電話番号とで連絡先を。で、これは僕の方でやりますので、ソニカさん直接でやり取りできます。で、応募してきた方も個人情報全部載ってるので、直接連絡して、本名と電話番号と、同席する方のお名前と連絡先まで。今、コロナの影響で、どうしてもやっぱりなんていうんですか、うん、追っかけられるように個人情報を集約しないといけないので、そこは、それ以外では利用しませんので、ぜひ後でお教えいただきたいと思います。マスター勝手にシュプさん当選させてる。シュプリームさんとシュプリームさんは当選してないよ。ソニカさんちた。シュプリームさんは来れる？ぶっちゃけ行きたいけどって書いて、行きたいけど申し込んでないですけど、当たったって言ってないよね。行った、シュプリームさん言ったような気もしますけど、シュプリナルト、そのあナルトラもその沖縄にいない、FM 議論には来てないそうです。シュプさんの名前あやっぱそうだ、あのネタだった。あ本当にシュプリームさんって言ってた。ごめんごめん、僕のポンコツぶりが出ましたよ。シュプリームさんいや当たってない。デジャスさんいや呼ばれ、シュプリームさん来ろ、おいでチケット取って。ということで、おめでとうございます。 BGM はバンヘレンのパナマです。言ってましたね。ヒューミーさんちょっと痩せました。あやっぱり、次にかかってるのが、キスなんだっけ、オールナイトなんとかかんとか、オールナイトロックンロールなんとか、痩せましたよやっぱり。はい、この18日のライブに向けて今ちょっと16時間ファスティングっていうのをやって、この2週間で89から今85まで4キロ落ちてます。断食、2週間でプチ断食、プチ断食ではないです。食事もしてますよ。ああそうちゃんと今1日1食半ぐらいですかね。ただもうこの痩せる作業をする前から食事が1食が400円の弁当が食べれないんですよ。間に合うっていうことでメール来てる。これは誰だ、うん、ああめいちゃんだ。やっぱり人見知りっていうのはめいちゃんの苦労話ですね。めちゃくちゃ苦労します。でも人見知りは接客業のお仕事をしているおかげで良くなっている気がします。人見知りだけはしたくない。以前とあるラジオ番組で人見知りに関していろいろ言って罵倒されたことがあります。名前は横ちゃんという人の番組でいろいろ言われて距離を置いています。いつかはあの番組も終わるだからね笑い。なかなか苦労してます。一度だけ軽い打ちになったことがあります。めいちゃん打たれ弱いんですよ。気持ちわかる。でもねなんていうかな、僕は自分をバカにするとか否定されることもやっぱりありますよ。いろいろ生きてると。でもそれでもそこから僕は離れないようにしますね。というと離れないって、攻撃されるわけではないので、否定されても僕はそこから逃げないというか、あその場にとどまって、とどまって最後まで話聞くというか、相手の言い分も、うん、って言ったりしますね。これ殴られないように距離を詰めるってことですか。
あの喧嘩とか 物理的な喧嘩の距離ではなくて、あの心の距離ですか。ああ、いや、その心の距離でもその、うん、ある程度の距離感だと言われたりする距離あるじゃないですか、はいはいはい、あれもっとグッと入っちゃってっていうことですか。ね、相手によりますね。何て言うんですかね、あの直接僕にだけ言葉をぶつけてる人がいたら行きます。ああ、詰めちゃう。僕に文句言ってるのって、僕のこと、うん、僕のことどこが嫌なのって、僕が何したのって言いに行きます。そうじゃなくて、なんとなく今俺に言っただろうっていうようなのは無視します。これは意外とこう社会にはめるの難しそうな人ですよ、この人。マイルール結構強そうだな。僕でしょ。あの、だからそうなんですよ。で、自分はだから、あの攻撃されて、もう、なんていうんですかね。例えばですよ、これ実際あった話で、2チャンネルで僕、文句言われたんですよ、名指しで。あの僕、ラジオ好きじゃないですか、はい、ラジオ沖縄の番組のリスナーさんで、ラジオ沖縄の番組を面白くなくしてるリスナーって言って、この人の名前、自分の名前で僕の名前挙げてるんですよ、これ何名、10名、12名挙げてたんですけど、その中に僕の名前があって、でこの方は、僕、普段から仲良くしてたんです、うん、で彼は車がないので、僕、送り迎えもしてるんです。うん、あら、そんな親しいのに。そんな親しい人に書かれたんです。あら。僕、でもそれでも本人が僕に直接文句言ってこなかったら、僕は何もこないんですし、彼には一切しないで、普通に接してます、はい。送り続けたんですか？いや、その後送ることはないんですけど、なんか 助手席から後部座席に移したぐらいの距離感。いや、あの困ってたら助けます。お、雨降って歩くの大変だったら、乗せます。普通に。で、会場とかでも声かけます。はい、で、元気かって言って。僕は普通にそんな声かけました。ちょっと怖いですね。怖いです。いや、だって変な言い方すると、喧嘩もできないやつとは喧嘩しません。おっていうところです。かっこいい名言出ましたね。いや、そうじゃないですか。いや、これちょっと今男心ぐっとつかまれますね。陰口言う人には言わせとけばいいんですよ。かっこいいな。どうせそれ、あのそれに反応してるの見て喜ぶから。素敵。無視するんで、僕全部スルーです。なんかこのモニターとモニターの間から見るこの素敵な笑顔が、ね、たまらないです。たまらないですよ。さんところ、ね、素敵だな。そう、だから僕はそうですね、入っていきますね。へえ、いろんな方いるんですね。三上さんだってどうします？僕どうなるんだろう。言われたか、でもあんまり文句言われませんよね。あ、僕結構なんかね、人からなんか目につくみたいで。鼻につくタイプなんだじゃないですか、ね、直接言われるんですか。直接僕にきっと来てるなってのありますよ。わかる、わかるでしょ。すぐわかりますね、うん、あ、この人絶対生理的に嫌いなんだろうなって人とは、うん、その瞬間からも距離詰めはしないですね。ああ、嫌な思いすると思うから、向こうの人も。あっちが来ない限り自分から行かないでしょ。うん、そうですね。で、来た時の一歩目がどういう理由で来るかってのを見ますね。あ殴りに来る一歩目なのか、うん、何の一歩で来たのかな。いたずらちょっとしに来るのかな。いたずらしに来たらどうします。いたずらしに来たらちょっと僕待っちゃうかもしれない。いたずらして欲しくなっちゃうかもしれない。やばい、やばい、やばい。どっちもやばい、今日どっちもやばい。頭かゆくなっちゃう。みそにくみつきさん、こんばんは。いきなり名言出た。名言かな。そう、あの苦労話って、あの今僕はあの苦労してるんです、毎日。あの5月に僕がこれまで働いて18年、この今牛乳屋の仕事してるんですけど、それまで18年間あの通ってた那覇営業所が亡くなったんですよ、ね、でこれはあの会社の都合でその営業所を閉めたんですけども、でじゃあこの営業所亡くなって僕はどうしてるかというと、毎朝玉城に牛乳を取りに行くんですよ。本部に、本社に、本社に、あそこからトラックが出て、はい、那覇まで持ってきてもらってるのを受け取るっていうのだったんですけど、実際閉まった翌日からあの僕小羽倉まで、僕の家のそばまで来て道端で牛乳を受け取って車に乗せてたんですけど、実際車からトラックから車に積むっていうのではなくて、ケースに入ってるのをクーラーボックスに移して、その後氷を詰めて車に入れるんですよ、うん、30分ぐらいかかったんですね。あ、道端で、であっちはその間手伝いができないんで見てるだけなんですけど、もうお互いにストレスで1週間でこれやめて、いやもう僕取りに行きますよということで、どうしたかというと、5時半起きを4時半起きにしたんです。で今毎朝4時半に起きて玉城行って
取ってきてそれから準備してやるっていうのをずっとやってるんですけど、4時半起きは毎日きついっすね。毎日毎日、今日もだから今日番組終わって家帰って大体12時から1時なんですけど、 そして明日は4時半に起きて、起きた瞬間に顔パッて濡らして拭いたらすぐ車乗って牛乳取りに行って。すごいハードですね、すごいな。カーボーイさん、営業所が復活することはないの？ちょっと会社側ではそれはできないと、やるんだったら自分で出してって言われました。あ、営業所自分で作るってなると新しい夢がじゃあ一つ増えましたね。夢というかちょっと現実的に今の売り上げでは回せないのでできないです。でもこのバーをやりたいのとこ牛乳屋さんって時間帯的に似てるじゃないですか。うん、でっていうと、あ、いや、なんか勤務時間、勤務時間夜中バーでそのまま朝よなんて朝牛乳配達しに行くような。いや、もう20代の時の夜中の仕事と50代のこの朝が楽しい。違いましたよこれ、全然。シュプリームさんがタフだなって言うけど本当に今自分でタフだなと思いますよ。す、ね、4時半に起きて寝る、お家帰って寝るの12時ぐらいなんで、でその間遊んでるわけじゃなくて仕事配達、最終的曜日によるんですけど遅い時は最後の配達が8時過ぎなんですよ。ほうほう。でそこから片付けして何やかんやで家帰るのがそんな時間だったで。すごい、何もできない。まさにじゃあ今苦労のこの道のりの途中なわけですかね。苦労って言ったら苦労です。でそれはそれでまたこなしてる自分がまた楽しかったりするんです。でも言いながらもう目が苦労って言ってないんですよね。なんか超楽しいですよ。またいい目で見てる。だってタフだなって言われたくて言ってるもん。朝の30分起き、大きいですね、うん、自分早番で4時45分起きの日、辛いもの。これが毎日だとね、大丈夫な時もあるんですよ。ああ、うん。リズム感が出てくるんですかね。今ラジオ鳴ってますよね。急に僕のモニターが切れた。あ、大丈夫だ。すいません。うん、朝今何時起きるですか。まあその日、まあでも6時とかにはなるだけこの日太陽が出た頃には目覚ますようにやっぱしてます、ね。ああ、いいですね。トムキャットタフガイ、何言ってるんだろう、タフガイ。朝6時ぐらいに起きてお店、写真館開けるのは10時ぐらい。写真館は10時ですけど何時に入るんですか。僕毎日写真館に行ってるわけではないんですよ。奥さんが開ける感じで、基本的にその例えばやっぱり今だとこのキウノの写真のこととかあるんで、うん、はいはい、約束してることに行ったり打ち合わせに行ったりとか、なんかちょっと営業的なこと、新しい仕事のなんかイメージが出てきて、はい、お話ししてみて、ええ、興味持っていただけたらそこに行って、はい、まあ、喋ってくるみたいなことをして、ええ、っていうリズムですか。楽しそうだな。そうですか。さっき写真のちょっと言っていいですか、黒、はい、そうだいや、なんかせっかく質問いただいたら言った方がいいかなと思って。そう、写真、あの心苦しくて、なんかシュプリームさんから の質問で、はい、三上さんに写真撮る写真の黒話ないですかということだったので、いろんなジャンルでやっぱり黒違うんですけど、さっき風景のことっておっしゃってたんで、はい、なんか写真、僕が思うですよ、写真のあれなんですけど、はい、やっぱ例えば海とか山とか撮るときに、うん、そこにかかってくる雲の位置っていうところまではみんな思うと思うんですけど、はい、その雲がまたその影、うん、あの太陽の影、光に干渉して影を生み出すじゃないですか、はいはい、あの時もう一個やっぱりその被写体が増えるわけですよ、影っていう被写体が。あ、そこの影の入り方をどこにするかっていう時間の待ち方、これって自分がいる場所を変えるだけでは変わらないんですよね。ね、結構広い範囲だったら富士山撮りに行って少し変わって歩いても変わらないじゃないですか、うんうんうん、でも写真の奥行き出すときに手前の森とか岩とかの場所を一応ちょっと歩いた距離感で変えたときに欲しい雲が来て、その雲と影の関係ができる、あ、さっきの方が良かったなとか、はい、わかるわ。でそのうちなんか鳥が飛んできたりとかして思いもよらぬところに入った瞬間にすっきりしちゃったりとか、そういう、まあ、苦労ですけどやっぱ楽しさがあるから、うんうん、やっぱり道のりとしてのやっぱりそういう苦労は、風景はあるかなと思いますね。風景の写真はそうですよね。ありますね。自然は相手にということと、風景もやっぱりこのショート距離の風景と、うん、あ、今みたいにロングレンジっていうか遠くのやつ入れるやっぱり撮り方とまた変わってくるんで、やっぱり見る目線が、これね、写真僕別にプロでもないんですけど、自分も毎日あの花の写真撮ったり、はい、太陽の写真撮ったりして、もう最近ずっと梅雨で、はい、太陽の写真がもうネタ切れなんですよ、今日から。ストックがなくて、はい、過去の写真をちょっと少し前まで遡って拾って、はい、この間この写真使ったねって思われないようなぐらい前の写真を拾ってきてやってるんですけど、自然を撮るとね、あれなんですよね、本当に
一瞬一瞬がもう二度と出会えない景色なんだなっていうのはとっても分かりますね。シュプリームさんが深いって。そうなんですよ、深いんですよ。次の曲何ですか？音楽かかってます？ピンクフロイドのマネーがかかってます。さあ番組もあと6分ですけども、あっという間、はあ、あの黒で言うとこのひふみずばのゲストを決めるのも黒があって、はは、毎回毎回ゲストさん入れるのもちょっと探したりとかして、もうギリギリになってからどうしようっていう時もあれば、今7月全部埋まってるんですよ。今度今8月から募集をやらないといけない、あと2人ぐらいで声かけないといけない方がいて、心苦しいなと思いながら今後もあの番組を進めていきますので、ぜひ皆さん楽しんでください。ブルーミーさん、スナップ写真って、結構難しい、スナップ写真ってどういう写真になるんですか？なんかその、まあ、歩いてなんか例えば、あ、お花綺麗だな、パシャみたいな、あ、見え、歩きながら見える写真、結構その風景スナップ写真って言って子供写真撮ったりとかって、うん、そういうようなこうすぐ撮るような写真のイメージじゃないかなと。あーポートレートっていうと、しっかり座ってもらって髪型直してとかグッとこう向き変えてもらったりとかってこうじっくり撮る感じ。スナップだと、あ、いいなと思ったらパシャって撮るような。あ、なるほど、あ、なるほどね。スナップが、あ、スナップじゃない、スナップがなんか日記、日記じゃないのか、気軽に撮れる感じ、うん、じゃないかなと。ポートレートはじゃあしっかり、しっかり座っていただいて、で人物撮影みたいな。ああ人物って僕苦手なんですよ。ああっていうか撮ろうとしてないので、ほんほん、家族がもういなくなったのでいやいや別に子供の写真は、いや人間は家族以外にもみんな人間ですからいや撮りたい人がいないそんなこと言ってまたいやあのでもあの、いや、ま、今スマホで僕あの頑張ります一眼レフをね欲しいなとは実際思ってはいるんですけど、あれ多分沼にはまりそうなので手出さないようにしてますあの余裕ができたらいつかはと思ってますけどね。ぜひぜひ写真をね、はい、あのなんていうんですかね、台紙に引き伸ばしたり引き伸ばしたりとかしたいんですけど、あれってどんなやったら作れるんですか？写真屋に持ってって現像させたら高いじゃないですか。ああ、はあ、はあ、なんかいい方法、安い方法とかってプリンター、その大きい用紙をプリントできるプリンターがまずあって、うん、それの用紙を買ってきて、でその写真の大きさに耐えられるデータの写真を撮っておけば大丈夫ですね。この写真の大きさに耐えられるデータっていうのは解像度の話ですね。解像度もそうですし、撮った時に手ぶれしてないかとか。あやっぱり大きく引き伸ばせば引き伸ばすほど粗が出てきちゃうんで。ですよね、はい、ゴミとかズームアップしたら分かりますよね。そう、分かっちゃう。スマホの写真もね、はい、たまーに綺麗に撮れてるのもあるんですよ。ありますか？超いいなこの写真って。でもそれって大体太陽、あの撮っても天気がいい日が、あ、そうですね、やっぱりスマホは反応するので、光にやっぱあの太陽とか光が入ると、うん、目の細かいところまでやっぱ情報が見れるんで。あ、やっぱりそういう意味で広く引っ張れる、反射してるっていうことですね、はい、暗いところだと情報がないんで引っ張りようがないんですよね、うん、あ、そっか、そうですね、はい。ブルーミーさん、なかなか納得いくの写真、納得のいく写真が撮れん。ブルーミーさん最近あれじゃないですか、はい、あの SNS 写真アップしてないんじゃないですか。撮れてないのかな、そういうことはね。でしょうね。6月19日の話ちゃんと言ってましたっけ。もう一回言いましょうか。してましたっけ。そうですね、はい、じゃあ、今苦労してるみたいなので、6月19日じゃなくて今この話をするのに苦労してますすいません。じゃあ最後に最終的な告知を、はい、はい、お願いします。それでは改めまして、宜野湾写真館カメラマンの三上一光と申します。6月19日、日曜日10時から11時まで、キウナの、古い写真を集めたもの、これを動画にした授業をやりました。その試写会が、あります。上映時間は30分ほどなんですが、その後、あと、まあ、僕とか制作の方のちょっと苦労話というか、まあ、裏話、まあ、そういったことを話させていただければなと思ってるんですが、トータル1時間ほどでは終わりますので、ぜひ皆様お越しいただければと思います。あ、ただしですね、人数制限がやっぱり今まだありますので、まあ、入れないことはないかなと思うんですけども、40名、多くても100名以内で、ちょっと今回は行いたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。これには予約とか、予約は特にはないですね。もう当日現場に行って、はい、来ていただいて、はい、可能性としては人数
制限かかったりする可能性はありますか。まあ、100人というそのキャパシティを決めてあるんで、その場合は申し訳ないけど北順、もしかしたら外のこの入り口からちょっとこうみんなで見てもらうみたいな感じになるかもしれないですね。隅ですね。隅する感じですかね。本当かな。いやいや、でも駐車場は市役所ではなくて水道局の後ろの方に、はい、あの中央公民館用のあのありますね、はい、あそこということで、はい、はいはい、来てくださいということですね。はい、入場無料です。あ、そうですね、はい、入場無料です。6月の19日、はい、今日が9日、来週、再来週の19日の日曜日になりますので、はい、ぜひ皆さん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。いや、ということで、はい、そろそろひふみずばも閉店の時間を迎えるんですけども、ついに閉店ですか。でもいつも寂しいですね、なんかこの時間だと急に。いかがでした ?2 回目のご出演。やっぱり今日も楽しいんですよね、やっぱり。ありがとうございます。はい、また、第3回も。来ていただけるようによろしくお願いします。ああ、ですか。ということで、はい、本日のひふみずばのゲストは、宜野湾写真館の三上一光さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。来週のひふみずばも皆さんぜひお楽しみください。ひふみずばそろそろ閉店の時間です。来週も皆さんご来店いただきますよう心よりお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ラストはガールズガールズガールズ元に来る。終わりました。あ、これだ、はい、あと3秒。ソニカさん、ソニカさん連絡します。あと1人どうしよう、誰かにあげよう。よっしゃ、キリーありがとうございます。ありがとうございました。いや、今日も楽しかったです。告知全部やってよな。なるほど、やってよ。お疲れ様です。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。マロニエの宣伝するの忘れた。すみません、ありがとうございます。いただきます。そっか、これないか、準備で。そうなんです。